イギリス王室は、イギリスの君主を呼び、王族の総称。王族の範囲に関する明確な定義は存在しないが、少なくとも、ハーマジェスティーやヒズ、ハーロイヤルハイナスの継承を持つ人物は、一般的に王族であると考えられている。そこで有力な指針の一つとされているのが、1917年11月に、ジョージ5世により発表された、 王子、王女の身分と、陛下、殿下の継承の運用方針を定めた、直居上である。これによると、王子、王女の身分と、陛下、殿下の継承は、国王、国王の子供、国王の息子の子、プリンス・オブ・ウェールズの長男の長男に与えられる、ものとされている。ただし、出生時に王族と認められなくても、王位の継承など時が経てば国王、 またはその謹慎になることが確実である人物が存在し得る場合などには必要に応じて王族の範囲が広げられる場合がある。例えば1948年にエリザベス王女の第一子で長男チャールズが誕生した時チャールズは国王ジョージ6世の女系の孫であったため本来ならば王族とはならないが状況からしてチャールズが 将来時期国王に即位することは確実であったため、直令によってチャールズは王子となった。1952年以降、女王エリザベス2世在位中の近年でいえば、プリンス・オブ・ウェールズの長男のすべての子が、王子、王女の身分と殿下の継承を与えるように直挙が与えられた。これは、女王エリザベス2世の孫の一人で、大位継証券。 第2位のウィリアム王子が結婚し、上在位中の彦たる、第3王位継承者の誕生が現実味を帯び、またそれと、同時期に、王位継承法が改正され、兄弟姉妹間男子優先生から、長子優先生に変わったことから、プリンス・オブ・ウェールズの長男の第1子が女子であっても、自動的に王位を継承することになったためである。なお、 プリンスオブ・ウェールズの次男サセックス公爵、ヘンリー王子の子女は、女王在位中は、王子、王女の身分を許さない立場にあり、現、プリンスオブ・ウェールズである、チャールズ王大使が新国王に即位した際には、王子、王女の身分を与えられるという得意な立場にあるが、この時点で、プリンスオブ・ウェールズの長男の子女以外の、女王の彦に、身分、継承を与える、胸の直虚や、 法改正案は出ていない。新たな直居等が出ない限り、慣例により、サセックス公爵の長男アーチーは、ダンバートン伯爵の儀礼称号で呼ばれ、女子や次男以下の男子は、ロード、レディーの儀礼継承をつけて呼ばれる。また、これらの継承を持つ、男性王族と結婚した女性は、夫の爵位、称号に対応する夫人としての称号を与えられ、陛下や、 殿下の継承を冠して呼ばれる。一方、女性王族と結婚した男性は、特別に、借位、称号を賜らない限り、称号や王族特有の継承を名乗ることができない。エリザベス2世の夫である、フィリップ王肺は、結婚時に、エディンバラ公爵くらいと殿下の継承を、エリザベス2世の父上ジ,ジ6世から賜り、エリザベス2世から、 プリンスの称号を授けられたため、ヒズ・ロイヤル・ハイナス・ザ・プリンス・フィリップ、ザ・デューク・オブ・エディンバラと呼ばれる。しかし、アン王女の夫であるティモシー・ローレンスは、結婚時に、特別の釈や継承を賜っていないため、結婚後も、軍人としての肩書きであるバイス・アドミラルで、呼ばれている。これらの継承の使い分けは次のようになる。イギリス王室が抱えている公務は、 毎年3000件以上に上る。2016年現在、イギリス王室で公務を分担する王族は20人を数える。王室で生まれた王子や王女は元より男性王族に突いできた女性たちもすぐに公務に携わるようになる。この20人の王族のうち、実にその半数の10人が女性王族で、彼女たちだけで900に近い団体の長を務めている。 バッキンガム宮殿のバルコニーに姿を現した、ウィンザー家の人々、英国で現在、陛下、または、殿下の継承を名乗っている、もしくは名乗る権利がある人々は、次の通りである。女王のみが、ハーマジェスティを関して呼ばれ、その他は、ウェセックス伯爵の子供を除き、ヒズ、ハーロイヤルハイナスの継承を関して呼ばれている。エディンバラ公爵は、 1917年の直居状が定めるプリンスではないが、前述の通り、特別に出された直居状により1947年に殿下の継承を1957年にプリンスの身分を賜った。ウェセックス伯爵夫妻の長女ルイーズを呼び、長男ジェームズは1917年の直居状によると、 王子、王女の身分と殿下の継承を名乗る権利を持っているが、ウェセックス伯爵夫妻の結婚時に、夫妻の希望を組む形で、エリザベス2世が、ウェセックス伯爵夫妻の子供は、王子、王女の身分と殿下の継承を名乗らないと宣伝した、ため、この身分と継承を用いない。ルイーズは、ザ・レディ・ルイーズ・ウィンザーという一般的な伯爵の、娘としての故障で呼ばれている。ジェームズは、 ウェセックス伯爵の啓示として、セバーニッシャクの儀礼称号を称しており、継承はロードを用いる。上皇の子女とその家族上のいとことその妻、元王族王子と結婚し、プリンセスの身分とハーロイヤルハイナスの継承を得たが、その後離婚した人物は、以下の通り。なお、チャールズの最初の妻で1996年に、離婚したダイアナ・スペンサーは、 離婚後もイギリス王室の一員であるとみなされ、王族としての責務を果たした。王室は、彼女が、ウェールズ大公妃を名乗り続けること、そしてケンジントン宮殿に住み続けることに同意した。これは一般に女性が離婚後も、全部の名字を名乗り続ける観光による。次の人物は、1917年の直居状によると、王子、王女の身分が与えられず、 天下の継承を名乗る権利がなく、実際に名乗っていないが、王族として扱われることがある。王女と結婚したが、その後離婚した人々は、以下の通り。米国フォーブス氏によると、バッキンガム宮殿や王冠などの国有財産を除く、エリザベス女王の個人資産は、5億ドルと、推計されている。また、イギリスの国有財産である。 バッキンガム宮殿の資産価値は50億ドル、王室が所有する不動産の価値は100億ドルと推計されている。イギリス王室はランカスター公領とコーンウォール公領の2つの王族公領を所有している。ダッチー・オブ・ランカスターは462キロ平方メートルの広さがあり、2011年においてその価値は3億8319万ポンドと、 推計されている。また、2011年において、ダッチー・オブ・ランカスターの利益は1338万ポンドであった。ダッチー・オブ・コーンウォールは540.9キロ平方メートルの広さがあり、2010年において、その価値は6億7700万ポンドと推計されている。また、2010年において、 ダッチー・オブ・コーンウォールの利益は1720万ポンドであった。1997年、トニー・ブレアロード党政権のコスト削減により、王室専用ヨットのブリタニア号ハミー・ブリタニアを退役させ、エリザベス女王が公衆の面前で涙を見せる場面があった。イギリス王室の場合には、女性王族が結婚により、親戚降下し、それ以降は、 基本的に公務に携わらないということはない。現状の長女であるアン、安王女は、英国オリンピック委員会総裁など340もの団体の長を務め、年間の公務も600件を超える。これは、兄チャールズ王大使に次ぐ多忙さを意味する。ウェセックス王国、ノルマン朝、プランタジネット朝、ランカスター朝、ヨーク朝、チューダー朝、スチュアート朝、 ハノーバーアーサ、サクスコバーグゴーターサ、ウィンザーアーサ、イングランドとの合併前のスコットランド王国、ウェールズ、その他フランス、ドイツ等の血筋が脈打っている。キャロライン・オブ・アンズバック・オーガスタ・オブ・サクス・ゴーター、マグダレーナ・オーグスタ・フォン・アンハルト・ツェルプスと、ビクトリア・オブ・サクスコバーグ・イコール・ザール・フィールド、ザクセン・コーブルク・ゴーター・コアルバート・ルイーズ・フォン・ザクセン・ゴーター・アルテンブルク、 ありがとうございます。